パブロ・カサード・ブランコは、スペイン・パレンシア県パレンシア出身の政治家。国民党党首。カサードの政治思想は、新保守主義であるとされ、ホセマリア・アースナールやエスペランサ・アギーレに近いと、されている。エスペランサ・アギーレと談称する、カサード・カサードは1981年2月1日に、パレンシア県パレンシアに生まれた。父親は医者であり、母親は、大学教員である。 1999年にアイケイド法学校に入学したが、最終的には2007年にマドリード・コンプルテンス大学から法学の学位を得た。この間の2003年に国民党の党員となっている。2007年から2014年には、フアン・カルロス王大,大学から経営学の学位と行政法の修士号を得たと主張しているが、その正当性が論争の対象となっている。 2007年にはマドリード衆議会議員に就任し、2009年まで衆議会議員を務めた。2011年の2011年スペイン議会総選挙にはアビラ県選挙区から出馬してスペイン会議員に当選した。2017年には国民党の副報道官に就任した。2018年6月にマリアーノ・ラホイブレイが国民党の党首を辞任するとカサードは 党首選挙に出馬し、ラホイの側近のソラヤサイエンスで、サンタマリア前副首相を大差で破り、新党首に選出された。ありがとうございます。